僕の目の前に 桑田真澄投手チーフコーチ補佐がいます。2月後半の那覇キャンプのバッティングピッチャーに向けて、ご自身の調整第2クール最終日の模様をお届けしているとそういうことになりますね。いうことになるわけですね。でもそうなると今すべてのこのコーチとしての仕事は役割終わった、終わってここからは自分のとちょっとだけ使わせてもらいますと。いやでもこういう話を聞いて、そしてまた自分にもしっかりと向き合ってやってらっしゃる姿っていうのはやっぱりこうストイックという言葉で簡単に片付けてはいけないのかもしれませんけども、自分にしっかりと厳しくでこうターゲットを定めたらそれに向かってもベストをとにかく尽くす、もうやっぱりもう体でもコーチングをしっかり、その姿でもコーチングをねしているような存在ですよね。やっぱりね、グラブも一つ用意されていますので、いやでも本当にこの各選手に見て、まあ、当然あのその選手の能力が違うからこそコーチングも違うという話もありましたけれども、よくその選手たちの対話というのもされてますね。そうなんですよ ね。あ、今度今グラブ持ちました。これはじゃあキャッチボールですね。始めますね。お、脱ぎますね。ここでジャンパー脱ぎます。吉川大輝スコアラーが、まあね、現役にも近いあれですからね。PL ですよ、 PL コンビ。もうそれは先輩から、はい、行くぞと、キャッチボールの相手大丈夫って言われても もう多少もちろんですね、もう問題なければね大丈夫って言いますよね。肩ぐるぐる回してね、問題なければ行くでしょう。これは吉川大輝さんにしてもここで桑田さんの球を受けるっていうのはこれは嬉しいんじゃないですか。さあこれじゃあ、 あのビジターのユニフォームとしては初お目見えなるほどになりますよね。そうなりますね。そうなりますよね。またこの観客のいないスタンドの中でまたこの桑田コーチが投げているボールが響いているっていうのもまた何かこれいいですね。これはやっぱり今年はサンマリンスタジアム宮崎のこの外野にも桑田ロードができるかもしれませんね。そうですね。それぐらいの走りというのもやっぱりそれだけの練習量をしっかりとしているということになりますね。走り続けるからこそできる道ですよね。そうですね。